南東屈。はい、今日はですね、歌舞伎町の朝にいまして、本日は朝キャバに行きたいと思っております。イエイ。今日はですね、朝キャバの帝王と自分でおっしゃっているケンタさんに来てもらってますので、よろしくお願いします。イエーイ。よいしょ。歌舞伎町の朝キャバ帝王です。はい、ほんとちょっと、お酒くさい。今日あれ、ベロベロですよね。パチクソベロベロだよ、ほんと準備満タンです。あ、準備満タン、やっと楽しそう。朝キャバで、レマーネさんに行きたいと思っております。イエイ。よいしょ。行きます。一人で行きます。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、キャバクラも。マジで、ほんと朝キャバ、はい、俺のこと知らないやつ、モグリだから。モグリ。ケンさん、そんな有名なんですか？自分の店から色に行きますね、これ。いやー、まあ、遊び来てるだけだから。おー、接客
出てきてもらったということで、ミリア先生とリナちゃんに、はい、私から質問したいと思います。イエーイ。ということでこちら、はい、じゃじゃーん。働いてる女の子は、どんな子なのか、イエーイ。はい、教えていただきたいですね。どんな子が多いですか？そうですね、朝の生活リズムを崩したくないっていう子だったり、うん、家庭の事情とかで選ばれしたくない子とか。あー、もう選ばれ、あ、なるほど。まあ、起きれるかの問題ですもんね、そこはもう。そうなんですよね、だからそういう子が結構、まあ、そうなんですね。あとは、夜キャバよりはい、バイバイ。カラオケもいけるんですよ。ほんとさ、遊びは少ない。飲んでいくぞみたいなさ。しかも可愛い女の子いっぱいいるし。あー、嬉しい、ねね、みんな可愛いよな。いやー、見てもらえる。はい、ということで朝キャバは昼食をやってた子とか、肌を呼ばれしたくない子が多いということですね。もしよかったら面接に来てください。続いての質問ですね、こちら、じゃじゃん。シングルマザーが多いって聞くんですよね。多いと思います。多いですか？はい、あとはやっぱり働きやすいと思う。そうですよね、まあ、保育園とかに連れてってから出勤してくるみたいな、ね、でも超偉いですよ、みんなどんなにメロメロでもお迎えスイッチが入った瞬間にピッてこう。おぉ、これはすごいな。一緒に迎え行ったことあるわ、ほんと。いや、こっちは下心あるよ。もちろん使い切ります。はい、お子様様よ。お子様様、お子様様様様様。気に入られようとするんですか、この子は。気に入られようないやん。もちろん、もちろん。いい子だね、しっかりして。だからしっかりした子が多いって。これガチでしっかりしろ、みんな。ほんと。ということで、朝はシングルマザーの方が働きやすい環境でしっかりしてらっしゃるということですね。はい、はい、ということで、じゃじゃん。こちら、朝キャバと夜キャバの違いですね。はい、こちら、朝キャバと夜キャバの違い、さっきなんか2人がちょっと言ってましたけど、はい、そうですね、やっぱこう、夜から飲んでたお客様が朝に来てくれることが多いんで、その酔っ払いのテンションと同じに持ってくんで、あ、すごいリアルですね。どうなの、実際さ、もう夜働いてもさ、なるじゃん、みんな。そこはどうなの？基本的にはなんか夜が怖いイメージがあって、朝とかそう。で、生活リズムも直せって親に言われて始めたんで。はい、ということですね、朝キャバと夜キャバの違いは、やっぱりあの朝キャバの方がワイワイしてて、夜キャバはしっとり大人な感じなのかなと思います。はい、ということで、もしよかったら来てください。はい、いろんなこと教えてもらって、また歌舞伎町に詳しくなりました。イエーイ。2人は確かなんか私 YouTube 見たんですけど、 2.7 次元っていう、ね、やってるんですよね。やってます。見ました、あの接客術とかキャバクラあるあるとか、クロッキーあるあるとか。確かにすごいと思って、危ないレベルですよね。ギリギリまで、ギリギリまでこすってね。裏事情とかもこすっちゃってますよね。あ、じゃあ概要欄に貼っとくんで、もしよかったら 2.7 次元見てください。ぜひ、はい、お願いします。え、なんか朝キャバってブロッキーの方も飲めるんですか？あ、結構巻き込んで飲んだりとか。あ、本当なんですね。え、ザーシモさん、どうでしょう。ザーシモさん、もうめっちゃいいやつ。せっかくなんでちょっと一緒に飲みましょう。はい、飲みます。はい、はい、よいちょー、おはよう、おはよう、おはよう、わんぱくー、たらなに、お酒、ぐい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 、あー、それそれ、ぐい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 、あー、それそれ、ぐいぐいぐい、ぐいぐいぐい、あー、それそれ、ぐいぐいぐい、ぜひ違うとこもよろしくお願いします。 2.7 次元さん YouTube やってますので、もしよかったら見てください。ぜひぜひ、ほんとお願いします。ケンタさんもね、ケンタとタカヒロって YouTube やってますので、概要欄に貼ったことで見てください。お願いします。朝キャベ楽しいよ、イエーイ、バイバイ、またに、よいしょよいしょ。